Part 1 Kazuma Kiryu. Chapter 4 Destinations. おじけづいて逃げたとや。お前たちごとき連中、代行が手を出すまでもない。なんや、お前も喧嘩するんとちゃうんか兄弟。まさか。喧嘩は兵隊の仕事です。私が直接手を下す必要もない。もったいな。喧嘩ほど楽しい瞬間ないっちゅうのに。私はあなたや桐生さんとは違います。手を出すことに喜びなど覚えない。せやったらなんでわしのこと連れてきたんや。喧嘩の助立ちせえっちゅうんやないんかい。ま、もしもの時のためですよ。あの人が来た時のためのね。あの人？さ、そろそろ始まります。楽しいショータイムがね。さあ時間だ、始めようか。あなたはこの喧嘩俺が引き受ける。四代目。それは昔の話だ。今は流すタクシーという会社で働くただの運転手だ。まさか四代目、登場会に協力するためにわざわざ。なんと俺を言っているか。 Oh boy, this is insulting. Oh god. 協力しに来たぞ。ただし、ろくに極道の筋も知らないお前らガキが間違った道に進まないようにするためにな。なんですって。やっぱり来ましたか。青山、どうせ斑目組長あたりに泣きつかれたんでしょ。山笠組を助けてくれって。マダラメはまだ生きている。お前は山笠組を潰し損ねたんだ。まったく、あなたって人はどこまでお人よしなんだか。マダラメは殺し損ねたんじゃない。初めから適当に痛めつけられればそれでよかったんですよ。なんだと。あの爆発を見ておかしいと思わなかったんですか。もし本気で殺すつもりならあんな中途半端な手は使わない。もっと確実な方法で殺します。どういうことだ。私としては山笠組と喧嘩する口実さえできればよかったんです。それに今マダラメに死んでもらっては都合が悪い。道島会長の行方が分かるまではね。なんだと。マダラメは道島会長とつながっている。道島会長をおびき出すには格好の素材ですから。お前、マダラメを使って大吾を誘い出す気か。我々としては一刻も早く道島会長の身柄を押さえておきたいんでね。さあ
それじゃあそろそろ始めましょうか。準備はいいですか、四代目。その前に一つ聞いておきたい。何でしょう。この喧嘩、俺が一人でお前ら全てを始末したら組同士の戦争にはならねえよな。あ、おっしゃってる言葉の意味が分かりませんが。言葉通りの意味だ。俺が一人でお前ら全員倒した、それは仇とヤクザのただの喧嘩、組同士の争いにはならない。そうだよな。バカな、何を言ってるんだ。 I fought the entire Tojo clan before, come on now. やだ、お前は引っ込んでろ。こいつら全員俺がぶん殴る。待って、言っただろう、山笠組は解散させないって。何をバカな、本当に頭おかしいんじゃないのか。何がおかしい。この人数相手に一人って、しかも戦争にはならないだと。そんなわけないだろ。 We'll see about that。キリュウさんね、時代が違うんですよ。誰と誰が喧嘩したら戦争になるとかいう時代じゃないでしょう。これだから古い人間は困る。いや !Damn, you deserve every one of that bitch! 人をバカにすんのも大概にせ、ガキが。渡せ。その条件は私が飲む。キルハンが登場会のガキ全員倒したら山笠組との戦争にはさせん。渡せ、何を勝手に。七代目近江連合若頭、渡瀬組が預かる言うとね。なんか文句あるんか、青山の兄弟。よし、それじゃ始め。この喧嘩立ち会い人はこのわしや。何をしてるお前ら。四代目だからといって手加減はいらない。行け。ああそうだ、手加減はいらねえ。死にてえやつだけかかってこい。 Oh shit!Let's go! Come here, bitch! Oh yeah, bring it! Oh, let's go, boy! Out of my way, bitch! Yeah! Oh, hell no. I ain't fucking with you, bud. Come here. Out of my way. I'll take your gun, though.Oh shit. Whoa, oh hell no, what is this? Oh, that was badass, I'm sorry for that. Oh, I'm just gonna be caught in a little bit of explosions, huh? Okay, I'll take care of you first then. Oh man, come here! Got a little bit of this, buddy.
Oh man. Who are you? All right, fine. Let's roll you around a little bit, buddy. Yeah. Let's go! Ooh, get out of for me, bitch! Yeah! Ooh. Come on, bud. Can you really take me? Come on. Come on, come on! Can you really take on the Dragon of Dojima? Oh, you can't handle me, dude. Oh, damn, son. You can't handle the Dragon of Dojima. I beat the whole Chojo clan before. Come on now. Konaina bamen de chaga hajikaretara, tachiai nin toshite no kao ga tada ni. Washi no kao ni doro no tsumori ga nai. Kusso. Hanashi ga chigau janai ka.キリュウを倒したいと言っていたのはお前の方だぞ兄弟。わしはお前の兵隊、自分の喧嘩は自分で仕掛けるわ。ボケが貴様、God damn, Curry, you freaking hell, give him some breathing room. Yeah, he doesn't kill. That doesn't mean he doesn't beat your ass till you feel like you're feeling death. それは誰に聞いたかって聞いてんだ。登場会の子さんの。俺はな、そんなに優しい人間じゃねえ。どんなに素性を隠して生きていてもな、中身は自分でもヘドが出るくらいのヤクザもんだ俺は。計算だけで乗り切れるほど極道は甘くねえんだよ。よく覚えておけ。次はねえぞ。
なんで俺なんだよ。どうして俺がこんな目に遭わなきゃなんねえんだよ。こうなるって分かってたら最初からやらなかったのに。ええ加減にせえ。登場会の頭張るんやったらそない弱気なこと口にすな。これ以上わしをがっかりさせんな。なんとか言えよ兄弟。俺は言われただけなんだ。四代目桐生さんを引っ張り出せばそれでいいって。なんやと。言われたって誰に。誰に言われたんや。それはあんたの。Why am I not surprised that happened? Kyodai! Who just did that? I fucking knew it. Wait a minute. That voice. What? Wait a minute! What? What is this? Morinaga. こんな再会は嫌だったんですが。四代目。お前。動かないでください。次は頭を打ち抜きますよ。どういうことなんだ。お前。最初から大吾を裏切っていたのか。裏切りですか。けなげに働く舎弟を見捨てて一人逃げ出した会長も。俺には十分。裏切り者に見えます。Ah, shut up. I already heard from Madara, man. Nothing you can say to me. あれは芝居だったっていうのか。私の仕事はあなたをあの場所に連れて行くことだった。マダラメ組長同様、万一のための装備はできていました。鼻から青山とつながっていたというわけか。でもなぜ青山を殺す必要がある。口の軽い極道たちが悪い。桐生さんにちょっと脅されただけで余計なことをベラベラと喋ろうとするからですよ。余計なこと。待て森永。何ですか。目的を聞かれても答える気はありませんよ。お前の目的なんてどうでもいい。だが、一つだけ教えてくれ。相沢は、どうした?相沢は、人の裏をかけるような男じゃない。お前が大吾を裏切ったということを知れば、奴はどんなことをしても、そのことを俺に知らせたはずだ。答えろ、森永。相沢は今、どこにいる。本当にあいつは可愛いやつでした。だが知りすぎた。裏の裏までを。まさかお前。犬吠山の山中に埋葬してきました。私自らの手でちゃんとね。森永、貴様、来るなって言っただろうが。うわ、来るな、来るな。あかん、今言ったらあかん。今はまだあなたに殺されるわけにはいかないんです。そしてあなたにも死んでもらっては困ります。四代目森永。全ての答えは東京にあります。待ってますよ桐生さん。This story is insane, dude. Well, it looks like we're going back to Tokyo. Come on, Rachel.2 days later, Nagasugai.
大乱闘から2日、もうお勤めとは見上げた真面目さだな。またあんたか。ずいぶん派手にやらかしたみてえじゃねえか。さあ、何のことだかな。俺にまで白切る必要はねえだろ。もう足の傷はいいのか。ほらよ。そういや今朝、渡瀬が関西に戻ったみたいだ。やろう、ご丁寧に警察の遺体安置所までやってきて、青山の遺体に線香をあげてったそうだ。ったく、自分は青山に利用されたっつうのに、おめでたい奴だぜ。でもまあ、ああいう古いタイプの極道がまだ近江にもいたんだな。ある意味嬉しくなるな。うん。いやいや、自分で言っててなんだが、おかしな話だな。俺にとって奴は一番厄介な存在のはずなのに。ほんとおかしなもんだ。奴とそんなに仲がいいのか。バカ言え。長いこと府警のデカやってるとよ、敵とはいえ感情の一つや二つくらい湧いてくるもんさ。あんただって現役の頃、腐れ縁のデカの一人や二人いただろ。俺とやつはそんな感じさ。ああ、そういえば渡瀬のやつ、お前によろしく伝えてくれとデカたちに言ってったとよ。俺に？ああ、近江のケツは自分が吹く、その後東京で白黒つけようってな。行くのかお前。今朝、犬吠山で男の遺体が見つかった。顔が潰されてたこともあって身元はまだ不明だが、男の胸には東城会の大門がついていたそうだ。お前、本当にこのままでいいのか。この肝心の時、頼りの堂島大吾は行方不明のまま、今の東城会を支えられるのはお前しかいないんじゃないのか。行きたい場所があるんだったら乗せてってやる。だがそれ以外、あんたの指図は受けない。俺の行く道は俺が決める。分かった、好きにしろ。だがその前にラジオのニュースくらい聞くんだな。あんたとは短い間かもしれないが、濃い付き合いになりそうだ。じゃあ、繰り返します。昨日未明、札幌市内で発生した発砲殺人事件に関して、北海道警察は今朝、被害者を関東一円を拠点とする広域指定暴力団東城会の幹部組員真島五郎氏であると断定。緊急の会見を開き発表しました。
Wait, what the hell happened to Majima? What? 東条会の現役幹部組員であった真島五郎氏の死亡という事態を重く見た同警察は警視庁と連携し事態の全容解明に努める方針を明らかにしました。I refuse to believe he's dead. Hell no. We gotta see what happened. There's no way. Nah. The good old attire, the usual. This will be the last we see of Nagasugai. And it seems like Kiryu might take a visit and see your girl Haruka. I figured that was a picture. All the kids of Okinawa.Well, I don't know when they took that picture, but... Haruka. Nah. We might see each other soon enough. I believe it. But it seems like we're gonna be heading back to Komurocho. Part 2, Taiga Saijima! December 2010, Komurocho. Alright, let's do this. Ah, the Kyoda is all together, I see. Nande koko ya ne?焼肉ならもっとええ店あるやんか。麻布とか六本木とか、それこそこの近辺にも。せやのになんでよりによってこの店なんや。喋ってんとお前も食え。シャバ最後の飯がカムロ町の。それも行きつけの店やなんてほんま惨めになってきたわ。なんで惨めになるんや。ほら早くあんと焦げてまうで。お姉ちゃん、ホルモン追加や。はーい。最近食欲ないね。特に脂っこい肉は胃が受け付けん。カルビ一枚で白飯一合食っとった時代が懐かしいわ。もうあんころには戻れんのかの。毎日がギラギラしとったあんころには。はい、ホルモンです。何アフ抜かしとるに。ほら食え。なんやこれ、丸こぎやないかい。そのホルモンと同じ。俺もお前も。あ？肉は焼きすぎたら硬なってもて食えたもんやない。せやけどホルモンは違う。焼かれてこそ価値があるんや。あ？焼かれて焼かれて真っ黒なるまで焦げて油落として味磨くんや。Can you make it sound like it actually makes sense rather than making it sound kind of weird? Hmm. Come on. Then, what is this? What is this? Nama yaki kai na. You couldn't tell it was raw? Nama yaki no hormone kurai kuehe mon wa nai. Huh?と焼かれなあかんのや。俺らは
いくら着飾ってもいくらええ生活しても所詮ヤクザ、育ちのええ肉とはちゃう。俺らはホルモンみたいなクズっちゅうことか。そうや。せやから俺らはもっと焼かれなあかんね。焼かれてへんホルモンはただのゴミやからな。ゴミは焼かれて焦げて真っ黒なって、そんで初めて意味がある。極道はそんな当たり前のことも忘れてしもた。だからお前はもう一回勤めに出ると約束したんや、桐生と。東条会をもう一度強するて。そのためやったらあと1年や2年自分役くらいの覚悟はある。兄弟、俺が戻ってくるまでの間、お前しっかり店守っとけ。あの若い料理長そばで支えたり。大吾ちゃんのことか。あいつはええ腕持っとる。せやけど今あいつの周りは生焼けの連中ばっかりや。確かにな、今の東条会は組員の数やったら過去最大の規模になっとるが、その大半は戦争知らへん肩に崩れの中途半端な連中ばっかりや。今もし近江との戦争でもなってみ、逃げ出すんが関の山やろな。ヤクザ気取って商売すんのもええ。せやけど金だけで生き残れるほど極道の世界は甘ない。最後は力や。せやからそれまで俺らが支えるんや。それが俺らが今もここにおる理由やからな。せやな。よっしゃ、ほな俺も腹いっぱい食うとくか。あ、はよ食べんと燃えかすになってまうやろが、いくらゴミ言うてもかすになってもうたら意味ないねんで。な、くそ。You're just trying to piss him off at this point. Hey, Neja, 特上ホルモン追加、3人前。あや、10人前や。あや、持ってけ。くったくった。もうこれ以上入らんわ。で、これからどないすんの？夜にはお迎えが来よる。それまで街ブラブラするわ。そうか、まゆっくりしたらええ。お勤め前最後の一日やからな、やり残すことないよ。しっかり遊んどくんやで。ああ、おつや、ほな俺はあそこで待っとるわ。顔出してくれや。見送りさせてもらうで。あそこ、ほら、俺とお前の思い出の場所やないか。バッティングセンターのことか。最後に一回くらい遊びに付き合ってくれてもええやんか。な？ああ、わかった。Time to wave this town goodbye.Might want to drop by a new Serena first. Tell him I'm going. Tell who? Wait a minute. Hey, you. What the hell? Oh, what the hell? Can I help you? Got cotton shoved in your ears? I asked you a question. I'm sick of you and your whole tough guy stick. Really? Gonna explain that, or can I go? Got places to be.Not so fast. You're the reason my career gone down the shitter. It sounds like it's because I whooped your ass, but alright. Huh?
Well, there's no reason to keep talking. Who cares? I'm a fucking lieutenant at the Tojo Clan. You're acting like this to me? Bruh, fuck you, man. Get the fuck out of here. We're about to play it. I just... Oh, boy. Let's go. So... Alright, so he's the same. No offense to Taiga Saijima, I really do hate his fighting style the most. Like, it's cool. You gotta love it. Too freaking strong. So you want my advice? Find a new line of work. You'll be happier for it. I guess somewhere else that'll take a dollar, man. You can't find anything, come see me. I'm gonna be leaving town for the whole night. But I'll be back someday if you're still floundering by then. I'll give you a hand up. Well, that took longer than I was hoping. Better get the new trainer before it's too late. Wow, we are straight up in Komorcho. In the new... Oh my god, I like how it's showing him bold. We'll see it eventually. Dude. Oh, it feels good to see Komorcho again. Good old Komorcho. Now, by seeing the guys, do they mean Akiyama and Tanamura? Because this is back in 2010, which means, of course, you could tell by seeing Saijima's hair that this man has the boys back at the club, you know what I'm saying? So, this means what I think it means. This should mean that Tanemura was still here before everything happened. I never asked the question whether or not he was here or not, but I was a little bit curious. So yeah, I'm actually extremely curious for this. But I want to know what happened to Tanemura, man. We don't get to play as him in this story, so did he completely skip Komorcho? This is back in the time when Saijima was still in Komorcho toward the end of Yakuza 4. So, yeah. Thank you guys for watching the video. We will continue this in the next episode. So stay tuned as the Daily Comic Con 2. I am happy that Saijima is the next character to be played as. I was expecting either Saijima or Akiyama. So... I was getting my hopes up and hoping that Haruka would come along, but I guess she'll come way later. I'm looking forward to that. But anyway, guys, thank you guys for watching. I love these graphics, and I will catch you guys in the next one.